ウズロバヤの紋章、ウズロバヤは、ロシアトゥーラ州の東部にある都市。州都トゥーラからは南東へ44キロメートル。人口は2007年の推計で5万6900人。ウズロフスキー地区の行政中心地でもある。周囲は、活炭採掘が盛んだった地域で、東には、ノボモスコフスクや、ドンスコイや、キモフスクなど、炭鉱のあったの町がある。この地は、 いわゆる、荒野の北部にあたり、ステップからの遊牧民とスラブ系の農耕民族が衝突する場所であったため、近代まで人口は希薄であった。しかし18世紀末から開拓が行われ、活ンなどの資源も発見されるようになった。1870年代に建設された、シズラペンデジスクトゥーラブヤジマ間の鉄道工事が、町の始まりである。1873年には、 フルシチョフスカヤ駅がこの地に開業し、周りに集落ができた。ここからは、北のモスクワ行きの視線が出ており、1930年代には、南のドンバスタン電方面へも延伸している。フルシチョフの集落は1877年に、鉄道の結節点であることにちなみ、ウズロガヤと改名された。1938年には、市となり、炭鉱開発も進展した。 1979年には、ウズロバイヤの人口は周囲も合わせて12万人に、達したが炭鉱の衰退、化学工業による環境の悪化などで人口は減少した。現在は、機械工業、化学工場、プラスチック工場、繊維工場など工場が集積している。近郊では農業が主産業となっている。活ン採掘も、 盛んに行われていたが、1990年代以降は行われなくなった。街のすぐ西を、モスクワからボロネジを経て、ロストフナ、ドヌへ向かう M4 幹線道路が通る。また、鉄道の交点として、依然重要な街であり、長距離列車も止まる。ありがとうございます。